プレミアじゃない。どうしたの？キョロキョロして。キリトのお友達ですね。ああ、他の VRMMO から連れてきたんだ。プレミアも AI だよ。キリト、皆さん、こんにちは。質問させてください。ここはどこですか？え？どこって、SBC グロッケンだけど。そういう意味ではないのです。この GGO という世界は、一体どこなのでしょうか？ああ、そういうことか。ここは私がいた世界、アイングラウンドと見た目が大きく異なります。アイングラウンドっていうのはさ、クローズドベータでプレイヤーを集めてサービスされたソードアートオリジンっていう VRMMO のことなんだ。ああ、そういえば聞いたことがあるわ。あのデスゲーム、 SAO と世界観が似てるんでしょ？そうだ。魔法こそ存在しないが、オリジンは剣とファンタジーの世界なんだ。なるほど。確かに全く違う世界から来たんじゃ、混乱するのも無理はないわね。私はキリトたちと共に数多くの冒険をしました。これからも彼らと生きていくために、この世界のことも知りたいです。さすがだね。学ぼうとする意志が高いというか。私も負けてられないのです。じゃあせっかくだし、レイちゃんからプレミアに GGO の成り立ちを教えてあげればいいんじゃない？そうだな。じゃあ頼もうかな。私がですか、マスター？では、やってみます。ここはプレミアの生きてきた世界よりずっと文明が進んでいる世界なのです。ずっと先の人間はたくさん頑張っていろんな発明をしたのです。それで銃が生まれたり、剣も光るようになったり、塔のような建物も作って、とうとう空に届くかと思ったら、本当に空を飛び越えて宇宙に行ってしまったのです。空を移動？それは神の力ですか？人の力です。たくさん頑張ったから人はすごく偉くなったのです。でもみんなが偉くなってしまったら褒めてもらえないですよね。自分だけ褒められたかった人たちは喧嘩を始めてしまったのです。もしかしてこの GGO という世界はその戦争の後の？そうなのです。人が喧嘩して散らかしてしまった世界、プレミアから見ればずっとずっと先の世界みたいなものです。やっぱり少し難しかったかしら。この世界へ来たばかりだったら混乱していたかもしれません。ですが今はキリトやあなたたちとこの世界を見て回った後なので、多少は理解できます。そっか、それは良かったよ。文化がいろいろと違うことも理解できました。皆さんありがとうございます。でもそうだな、せっかくだからもう少し具体的な説明をしてやってもいいかもな。ああ、そうね。ねえ、ちょっとプレミアを案内してあげましょうよ。この世界のことがよくわかる場所といえば、そうね、あの辺かしら。ここは？廃墟よ。昔はここでたくさんの人たちが幸せに暮らしていたはず。それがこんな状態に。人々はどれだけ文明を発展させても争うことをやめないのですね。プレミオ、アイングラウンドでも同じように争いが起きました。私もあの世界で双子の女神という役割を与えられ、苦しい思いもしました。そして人々は幾千万の年月を経ても同じようなこと。そうよね。私たちを見てよ。そんなに捨てたもんじゃないでしょ。プレミアとキリトたちにもつながりのようなものがあると思うのです。そうよ。キリトさんたちの仲間だからこそあなたもここに来たんでしょ。すべてを悲観的に捉えなくてもいいと思うわよ。はい、そうですね。
あなたたちは不思議な人です。一緒にいるとキリトたちと同じように心のどこかに優しい火が灯るような、そんな感じがします。プレミア。ありがとう。なんだか私も嬉しいのです。何ですか？楽しみです。素晴らしいです。こんばんは。眠たくなってきたので、ここいいですか？ありがとうございます。今日はいろいろなことを経験できました。どれも新鮮で興味深いことばかりでした。え？睡眠は日々の記憶を整理するために必要ですか？そうなんですね。ただ心身を休めるための行為ではなかったんですね。それなら今日は特に念入りに眠らないとダメですね。え？どうして笑うんですか？念入りに寝るという言葉がおかしいですか？なるほど。確かに言われてみれば変かもしれません。ありがとうございます。また一つ学習することができました。これを整理するためにももう寝ることにしますね。それではおやすみなさい。何ですか？楽しみです。わあ。少しお話ししてもいいですか？はい。この世界のことでちょっとわからないことがあります。あなたならきっと答えてくれると思ったので。お休みのところすみません。実は今日のクエストで。ああ、なるほど、そういうことだったんですね。理解はできたと思います。ただいろいろと複雑な用語が多くてまだ整理できていないです。あ、でもこういう時こそ寝て整理すればいいんですね。では早速。今日もここで寝てもいいですか？ありがとうございます。あ、でもどうせならもう少し質問してもいいですか？今度はこの世界の武器について質問させてください。名称について難しい単語が多いと思うのですが。なるほど、理解はできましたが頭が少し追いつかなくなってきました。え？こういう状態を頭がパンクしたと言うんですか？それは面白い表現ですね。また一つ勉強になりました。そろそろまた寝て頭を整理した方がいいんでしょうね。何ですか？楽しみです。嬉しいです。すみません、今夜も教えてほしいことがあるのですが、ちょっと最近の私はおかしい気がするのです。あなたを見ていると、なぜか頬の温度が少し高くなってしまうんです。これは、一体どういうことなんでしょうか？何かの状態以上にでもなってしまったんでしょうか？でも、そんな表示はされていませんし。そうですか。あなたにもわかりませんか？え？どうして笑ったのか、ですか？あなたにもわからないことがあると知ったからです。あなただけじゃなく、多分みんなにもわからないことがある。それくらい、この世界はまだ不思議なことで満ちているんですね。ますますいろいろなことを学習していきたいと思いました。そしていつか、
このおかしな現象が何なのか突き止めてみせます。あなたも協力してくれますか？ありがとうございます。それでは今日もあなたのそばで寝させてください。学習した知識の整理をしなくてはなりませんからね。その…